イエットした方、この町この店、中華そばのこの店この町、歌なのかな。でもそういうちょっと陰謀天文ラップ的な。あーフルーティアーありがとう。719前回走るカフェフルーティアに乗って喜多方にやってきた私たち、せっかくなら喜多方の街を散策しようと桜満開の排水浴にラーメンにお酒に喜多方散歩楽しんできちゃいました。もものノリ鉄日記。さゆみさん、これは、はい、酒とラーメン行くしかないんじゃない。いや、こう書いてたら仕方ないよね。日本一美味しいお酒が飲める里宣言だよ。戻りの列車まで時間は約4時間。4時間で喜多方を満喫してきますの方が。これで作ってくれる方がいい。すごい、1個もらってこう。ひまわりの種が入ってんだよ。ご近所の方がご好意で作ってくれたお守りだそう。心がほっこりしますよね。というわけでお散歩スタート。桜祭りしてるね。いい時期来たね。喜多方は蔵の町でもあります。こうして古い建物がたくさん。老祖神様なかなか険しい顔してない。その歴史は古く、明治37年に喜多方駅営業開始し、それに伴って明治43年甲斐元家の駅前拠点として建てられた。お金持ちの方の駅前拠点だった、用途は米蔵でした。昭和51年にカフェとして開店したそうです。外見の伝わる四季の移り変わりを楽しむことができます。へー、ステンドグラス綺麗だね。やっぱ蔵の町っていうだけあって、ね、物流の拠点だったのかね。古いツタが張っておりますわ。夏だから緑だ。そうだね。テレフォンカードね。そう見えない。いや、見える見える。はい、行きますよ。今回の最初のお目当ては花咲き乱れる、ここはなんと廃線跡です。喜多方駅、はい、最初に行くのは昭和59年に廃線になった国鉄日中線の跡が今しだれ桜が咲いてるんです。ここです。SL を探して散歩行こうと思います。はい、行ってきます。なんと長さは約 3km、 日本最大のしだれ桜並木です。桜のトンネルだね。確かでも廃線跡だからこそこれが歩道に合ってるんじゃない。ちょうどね、すごい。あいにくの空模様でしたが、遊歩道は多くの人でにぎわっていました。桜に浮かれてこんな謎のムービーを2人で撮り合っちゃったりしました。しだれ桜散歩道、桜のトンネルまでは1630m です。いやーすごい。そして桜餅の匂いがする、ね、するよ。わー綺麗、ね、こんな近くで見れるのすごくない、ね。なんか書いてるよ。ほうほうたるこっちの恋は恋、うん、えこっち水を邪魔したかった。ラーメン、やっぱりラーメン書いてる。結局やっぱラーメンなんですよ。こっちの水は美味しいぞ。こっちの水甘いぞだよ。やった SL に会いました。日中線記念自転車歩行道。雨も降ってまいりましたが、綺麗だね。お祭りもね、会場いろいろやってるよ。1984年に廃止された日中線を走っていた C1163、 喜多方と厚塩わずか 11.6km の短い路線でしたが、近隣の方の大事な足だったそう。スノープラウをつけた機関車もいました。桜舞う機関車、ニーツかな、新潟鉄工所か。桜舞う中、 C1163 です。ここいいよ。前通っちゃうね、ごめんね、ここでも、ここはさ、線路が残ってるね。残してるよ。
しだれ桜散歩道、3キロぐらいあるんだ ね。日中線栃木県今市から会津若松北方を経て米沢まで至る構想の一部区間として1938年戦前にできたけど、結局運行したのは北方から渡し寄って読むのかな、 11.6 キロで太平洋戦争だね。で実現に至らず84年に廃止と。廃線跡も SL も大人気、嬉しかったです。はい、始まりました。桜のトンネルに来ております。はい、まるで富士の花みたいだね。ね、上からね、さっと近いね、桜すごいありがとう。厚塩根岸は残っているのですが、今回はここまで。北方の町へと向かいました。まあでもやっぱ福島さん、福島ならではですよ。4枚まで第一酒蔵を発見しました。駄菓子屋です。老舗鳴海屋北方駄菓子屋さんってもっとカジュアルなイメージだったけど、お長座まである。せっかくなので入店してみることに。手作り駄菓子、かわいい、起き上がりこぼし。1624年創業の鳴海屋さん、ずらりと並んだお菓子は全て手作りだそう。試食をしながらお母さんがいろんなお話も教えてくれました。というわけで、駄菓子屋の鳴海屋さん、できました。中に入ったら、ほんと昭和レトロな感じなんですけど、お母さんが出てきて、しかも一つ一つ駄菓子手作りね、そうそうそう言っても、味見させていただいて、しかも、さっきね、見てきた SL の日中線のお母さん小さい時使って、通学通勤みんな使ってたのよ、今ほど車もなくて、みたいな言ってましたね。話まで教えて、最後なんだっけ、人生、フィーバーよ、みたいな。あ、フィーバーよ。なんか、今がフィーバーで、人生急がば回れて、様々なことを経験して、人生一度きりっていう確認をいただきました。そうですね。買ったものを、見せていただいてもいいですか。はい、私も。私たち同じやつ。同じもの買ったんですけど。ね、すごい嬉しい。これからの、ね、ちょっと編集のお供にしようと。そうだね、できるよね。いろんな駄菓子手作りなんです。うちの台紙とかもね、お母さん手作りもあったよ。あ、ね、まだ回ります。はい、回ります。古い町並みを魅力の一つ、路地裏散歩へ。酒屋では吉野川って有名じゃない。この道通り抜けてくのいいね。ね、北方ラーメン。北方ラーメンの方に控えちゃったほら、美味しそうだよ、北方ラーメン。この幼児って書いてるの。幼児いますよ。気をつけて、出てくるよって。時刻は14時過ぎ。ラーメン屋さんに行くことへ。いい匂いがする。ついに来たぜ、ラーメン、ラーメン、ラーメン。すごい、最高です。ネギと海苔トッピングでラーメン。北方ラーメンも欠かせない。市内には120軒のお店があるラーメン天国なのです。見てください。あ、うまっ。データがいける。うまかったです。帰る時間も近づいてきましたが、まだあそこに行ってません。あ、有料新コーナーあるよ。ここ行かない。ここいいね。ね、いや、お野菜も売ってるよ、見て。すごいよ、有料新コーナー実に来た。食い飲み。こんにちは、試飲したいなと思って。はい、すごい。ここクラウドさんでは会津のさまざまなお酒を3杯500円で試飲できます。じゃあこの中から3杯ですね。え、3杯も飲めるんですか。はい、すごい。伊藤がいただいたのはこちらのラインナップ。どれも北方の酒蔵さんのもの。飯豊連峰の雪解け水を使った美味しい日本酒はどれも絶品。うわ乾杯
レトロな街並みですな。ここはレトロどころではないものが続いて、まだまだ喜多方に惹かれるところばかりですが、駅に向かう時間です。キハ110です。この日は桜祭りの影響で大混雑でしたが、2両だ。2両だった。強気です。さあ、なわけで喜多方散歩のお話はここでおしまい。4時間じゃ足りない魅力たっぷりな喜多方、また今度訪れよう。そうスタイミンと約束した帰り道でした。ちなみにここから青春18切符で7時間かけて帰りました。その時にこんな動画が撮れたので最後におまけ。いいねって思ってくださった方はぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。